うわー、なんかまた落ちましたね。おお、おう、沈んだ。お腹鳴っちゃった。皆さんこんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。今日は中学入試で出題された実験を実際にやってみたいと思います。環境問題について考えるとってもいい問題ですので、中学生さらにそれ以上の大きなお友達もぜひ楽しんでいただければと思います。それではレッツサイエンス。うわー、よし、飲んだぞ。じゃあこれを捨てるためにちょっと洗いますかね。キャップを取ってラベルを剥がして、じゃあペットボトルを洗います。水、はい、今度はこのキャップを入れてみます。お、あれ浮いたぞ。じゃああとこのラベルもまあせっかくだから入れてみようかな。うん、あ、これは沈んじゃった。ボトルとラベルが沈んでキャップだけ浮いてますね。全部同じプラスチックだと思っていましたけれども、なんと水に入れるだけでこのように区別することができました。ではここで問題を見てみましょう。こちらは英明館中学高等学校の2021年第1回中学入試問題の大問3で出題された実験です。調べたところ、ペットボトルのボトルはポリエチレンテレフタラート、ラベルはポリスチレン、キャップはポリプロピレンというプラスチックでできていることが分かりました。では水に沈んでいるボトルとラベルはどうやって区別するんでしょうか。ここでもう一度問題をチェック。水、食塩を溶けるだけ溶かした食塩水、アルコールと水を混ぜたアルコール水の3種類の液体にこの3つのプラスチックを入れるとあります。ということで同じ状況を再現してみました。食塩水、水、水とアルコールを混ぜた液体です。この食塩水のように物質を溶けるだけ溶かした溶液を何と言うんでしたっけ。そう、飽和水溶液です。問題文にある内容から食塩水とアルコール水の1立方センチメートルあたりの重さを求めるとこうなります。ボトル、ラベル、キャップを切りました。そしてこれをそれぞれ食塩水、水、アルコール水に入れてどうなるのか比べてみます。いくぞ。まずはボトルです。食塩水に入れます。あ、沈んだ。じゃあ次は水。お、沈んだ。まあ水はね、さっきも沈んでましたからね。最後アルコール水に入れます。お、沈みました。ということはボトルは全部に沈むということが分かりました。ほんならばラベルいきます。さあどうなるか。まずは食塩水、うん、おー浮いてますね。結構押し込んでも浮きますね。じゃあ次水は、まあさっきも見たけどやってみましょう。おう、沈んだ。うん、沈みましたね。まあこれはさっきも見ましたから。じゃあ次はアルコール水いきます。おう、沈みました。ということはラベルは食塩水だけ浮きました。これがさっきのボトルとの違いですね。じゃあ最後にキャップいきます。
食塩水いきます。うん、浮きました。では次水いきます。まあこれはさっきも浮いてましたからね。おー浮いてる。じゃあ最後アルコール水いきます。おお、キャップは浮いてますね。キャップ全部浮きましたね。浮くもの沈むものしっかりと分けることができました。さあ今調べてきましたが、この結果を表にまとめるとこうなります。実は私たちがゴミとして出したプラスチックはこのように種類ごとに分けてリサイクルされているんだそうです。そしてここから問題です。先ほどの3種類の液体に今度はポリエチレン、1立方センチメートルあたりの重さが 0.94g とポリ塩化ビニル、1立方センチメートルあたりの重さ 1.25g を入れた時、浮くか沈むかを考えてください。さあここでポリエチレンとポリ塩化ビニルを用意しました。どんなものがあると思います？実は身近なところにあるんです。じゃん、この蓋の部分がポリエチレン。はい、ここにも書いてあります。見えないと思うけどはい、ここにも書いてあります。蓋の部分がポリエチレンです。ではポリ塩化ビニルはおなじみのじゃーん、はい、この消しゴムの白い部分ですね。ではそれぞれをまた先ほどの3種類の液体に入れてみます。ヒントはこちら。それではポリエチレンとポリ塩化ビニルを先ほどと同じようにこのように同じくらいの大きさに切りました。では3種類の液体に入れて浮くか沈むかを調べてみましょう。まずはポリエチレン、食塩水は、ほう、浮きますね。では水いきます。お、水も浮きました。ではアルコール水いきましょう。おー沈みました。さっきの3種類とも違う沈み方をしたということですね。ほう、これもしっかりと区別することができるということですね。これだけで、浮く沈むだけで。では今度はポリ塩化ビニルいきましょう。消し消し消しゴム、はあ、沈んだ。わかりやすい沈み方をしましたね。では水いきます。うん、早っ水も沈みました。ではアルコール水いきます。おー、ということで全部沈みました。ってことはこれはあのボトルも全部沈みましたよね。あれと同じ沈み方をしてしまったので、この辺の区別はちょっとどうしたらいいのかなっていうのはまた考えないといけませんね。さあだんだんプラスチックのことが分かってきましたよね。ではまた問題文を見てみましょう。5種類のプラスチック、ポリエチレンテレフタラート、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリ塩化ビニルを同じくらいの大きさに切り、ピンセットでつまんでガスバーナーの炎の中に入れて燃やしたところ、表のような結果になりました。お腹鳴っちゃったそれではそれぞれのプラスチックをガスバーナーの火に近づけてみたいと思います。ではまずはキャップいきましょう。おー、あー溶けてる溶けてる、なんかすわー落ちた、すごいすごい、おーすごい溶けてますね。ビヨーンってなってる。おー見て見て見て、ビヨーン、
すごい燃えて溶けましたね。すごいなんか紐みたいのが生成できた。生成紐生成。では次は容器の蓋、ポリエチレンです。いきます。なんかまた溶けて、うわーなんかまた落ちましたね。おーなんか氷が溶けてくみたいな感じに、あーべっちょーんすごいすごい。これもなんかこれもなんか溶けながら燃えましたね。すごいなんか水飴みたいになりました。次はラベル、ポリスチレンいきます。なんかもうこの時点でなんか丸まっちゃいますね。おお黒い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 黒煙。すごい上昇気流。ああ、では次ボトル、ポリエチレンテレフタラートいきます。なんかさっきのよりはちょっと燃えにくい感じ。お、ちょっと黄色っぽくなりますね、先端が。どうだろう、なんか形変形しながらでもなんか燃えてる感じは、あ、ちょっとだけ燃えた。おお、なんか焦げたお肉みたいな。まあでも少し燃えにくいのかな、他と比べると。では最後、消しゴム、ポリ塩化ビニルいきたいと思います。消しゴムに火つけたことないけどな、どうなるんでしょうか。きます。まあでもなんかさっきよりちょっと燃えにくいのかな、煙は少しあるけど。あ、でも燃えるんですね。おお、燃える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 けどちょっと燃えにくい。なんて言えばいいの、燃えてますね。うん、燃えにくい。ということで、いろいろな燃え方をしましたよね。商品の包装をよく見てみると、使われているプラスチックの種類を確認することができます。本当にね、いろいろな種類のプラスチックが使われているということが分かりましたね。でもなんでこんな風に一つの商品にいろいろな種類のプラスチックが使われているんでしょうか。実はその答えがもうこの問題文に書かれているんです。まずペットボトルのボトルとラベルが別になっているのは、ボトルに直接印刷するとリサイクルするときに印刷インクを除去する過程が必要となって、ボトルの透明性が保てなくなったり、リサイクルボトルの品質が低下したりするなどの問題が発生するからと書いてあります。またキャップについても違う素材を組み合わせると、柔らかい方の素材が変形することで密閉性が向上すると書かれています。うん、なるほど。ラベルはリサイクルするため、そしてキャップは中の液体が漏れないようにするために別のプラスチックを使っているんですね。さあ、このタッパーもよく見てみると、本体はポリプロピレン、蓋はポリエチレンということで、これも容器の部分と蓋の部分では別のプラスチックでできています。さて、このようにいろいろな種類を組み合わせて使っているプラスチックですが、捨てる時に燃えるものと分別して捨てるというようなルールになっているところもあると思います。これはなぜでしょうか。ポリエチレンテレフタラートやポリ塩化ビニルのように燃えにくいプラスチックがきちんと分別されずに可燃ごみに混ざっていると、燃やした時に温度が下がってしまい有毒な気体が発生することがあります。さあ、この有毒な気体が何かというような問いがされています。さあ、何だと思いますか。これはダイオキシンや一酸化炭素などが考えられます。聞いたことありますかね。またこのペットボトルのキャップ、このボトルとは別にして捨てることを推奨されていますが、それはなぜでしょうか。これも入試問題で出題されています。ではここで問題を見てみましょう。ペットボトルのキャップペットボトルのキャップをつけたまま回収すると、次のような害があります。キャップを外すことでなぜそれが防げるのか、次の中から一つ選び簡単に説明しなさいとあります。あ、ボトルの中に液体が残っている。
い。ボトルを押しつぶすときに怪我をすることがある。う。リサイクル製品の品質が低下する。え。ボトルを輸送するときに車から二酸化炭素がたくさん発生する。まあ選択肢になっているだけちょっと分かりやすいかもしれませんね。まずはボトルの中に液体が残っているです。まあちょっと想像してみて、ボトルの中に液体が残っているとリサイクルできませんよね。キャップを外して別に回収することで中の液体を捨てることができます。続いてはい。ボトルを押しつぶすときに怪我をすることがある。キャップを押したままだとボトルの中に空気が閉じ込められた状態になります。これを大きな力で押しつぶすとボトルが破裂する恐れがあります。キャップを外して別に回収することで中の空気が閉じ込められずに済みますよね。続いてう。リサイクル製品の品質が低下する。先ほどの実験でも分かった通り、ボトルとキャップは違う種類のプラスチックで作られています。そして現在推奨されているマテリアルリサイクル、ケミカルリサイクルなどのリサイクル方法ですと、別の種類のプラスチックが混ざるとできた製品の品質が低下するというふうに言われています。さあ、キャップを外して別に回収することでこのプラスチックが混ざるということを防ぐことができます。最後に A。 ボトルを輸送するときに車から二酸化炭素がたくさん発生する。ペットボトルをたくさん集めてリサイクル工場へ運ぶのはトラックです。運んでいるときはガソリンを使って二酸化炭素を排出します。なので少ない回数でできるだけ多くのボトルを一気に運んだ方が排出する二酸化炭素を減らすことができます。そのためにはボトルを小さく潰してギューッと詰め込む必要があります。キャップを外すことでギュッと小さく潰すことができるので、それによって一度にたくさんのボトルを輸送することができます。ペットボトルを捨てるときにキャップを外してラベルを剥がす、私たちのこんな小さな行動にとっても大きな意味があったんですね。ということで今回は英明館中学高等学校で出題された中学入試問題の実験を実際に行ってみました。いやー面白かったですね。なかなかこう身近なものをこう燃やしてみたりとか、あとはまあこのラベルを見てどんな素材なのかっていうのをこう知った上で、なんでこの製品に使われているのか、そういったことを考える機会がなかなかないと思うので、まあ、今回じっくりできてよかったなと思います。あとは最近 SDGs とか、まあ、環境問題とかいろいろ入試問題でも出る傾向にあると思いますので、こういったところに関心を向けておくとすごくいいのかなと個人的には思いました。今後もいろいろな学校で取り上げられた中学入試問題の実験を行っていきたいと思いますので、もっと知りたい、もっとやってほしいという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは今日も楽しかったですね。またお会いしましょう。バイバーイ。